World Cup 98 France. Road to win. Japan, Belgium. サッカーを愛し、日本代表をサポートする皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。 V ゴールシリーズはこれで3作目の登場となりました。金子でございます。今回はナビゲート役としてワールドカップをお伝えしてまいります。雲一つない晴天に恵まれました。今日は日本対ベルギーフレンドリーマッチの模様をお送りいたします。親善といえども真剣勝負、気を抜くとやられてしまいますね。さて現地には金田信俊さん、木村和司さん、そうです広島弁コンビがいらっしゃいます。実況は小谷大輔さんです。小谷さん、どうぞよろしくお願いします。はい、小谷です。それでは間もなくキックオフです。試合開始のホイッスルが鳴りました。今日行われるのは日本対ベルギー。この試合実況は私小谷大輔、解説は金田信俊さん、木村和司さんのお二方をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このボールはゴールラインを割りました。ゴールキックです。ゲームは0対0で推移しています。中山、どうだ、中山だ、ゴンゴーン、やりましたね。リプレイが出ました。日本先取点を取りました。まあ1点は取りましたが、まだまだ安心はできませんね。
さあキックオフです。平野、中盤をかき回す長いホイッスル、ファールです。ディフェンス技術が未熟ですね。今のプレーにイエローカードが出されます。まあ出て当然という感じがしますが、これではイエローをもらって当然といった感じでしょうか。ちょっと甘い判定ですね。日本、このチャンスを得点につなげていきたい。どうだ、日本1点を先取してゲームを進めています。日本、右サイドを突破されると苦しい。相手ディフェンス突破さ、クリアできるか。ピンチ、七海、中田、これはタッチラインの外に出てしまいました。スローインになります。おっと、これは激しいプレーだ。大丈夫ですかね、心配ですね。大きく前へフィードしてきた。ここで自由にやらせてしまうと形を作られてしまいますよ。岡野、左からクロス、キーパーを誘い出す位置に入れたいですね。日本、このディフェンダーしっかりマークしたいところ。鈴木、前へ大きくフィード。縦一本に頼りすぎてますね。中山、落ち着いていきたいところ。中田、岡野、中盤を斜めに切り裂いていきます。上げられるか。ベルギー、大きく外へ出してしまいました。日本、スローイン、七海、入りました。七海、いい時間帯に追加点を挙げることができました。決めましたね。もう一度見てみましょう。日本、まだ完全には安心できませんよ。次の1点を取れば完全にゲームを決めてしまえるんですが。キックオフで再び試合が始まります。ノーホイッスルのようです。プレーは続行。まあディフェンダーの上がりに注意が必要です。まだホイッスルはありません。どうだ、ここで前半終了。日本、いいリズムでゲームを組み立てていますが、どうご覧になりますか。まだまだ貪欲に得点を狙ってほしいですね。後半戦今始まりました。中山、非常に荒っぽいプレーです。大きく蹴り出してきました。ベルギー、上がっ、大きく縦にフィード。中盤を省いて放り込むのも時には効果的なんです。嫌な場所でファールを与えてしまいました。この位置でのファールは非常に危険ですね。ここでファールをするのは危ないんですが。ベルギー、日本、ピンチになるか。中田、岡野、どうだ、岡野、やった、入りました。非常にいいゴールでしたね。リプレーが出ました。キーパー、これはどうしようもありません。
全員で勝ち取ったゴールですね。キックオフで試合再開です。服部、入ってしまった、ゴール。もう一度見てみましょう。マークが完全にずれていました。ディフェンス完全に振り切られてましたね。日本、差を縮められましたが、まだ勝っています。日本、2点のアドバンテージを持って試合を進めています。ゴールキックになります。中、服部、七海、平野、至高からチャンスを伺う。ちょっとテクニックで劣ってます。岡野とチャンス入った、ゴール。岡野、やった。もう一度見てみましょう。岡野、このゴールは神業ですね。それが入るんだから、ある意味すごいですよね。キックオフで再び試合が始まります。中田、中山、ファールになるか。どうしてもフィジカルコンタクト強くなってきますよね。タッチを割ってしまいました。スローインになります。日本、大量点を奪ってリードしています。中山、後半も中盤に差し掛かります。28分、増田、プレッシャーをかけたいところ。ここで潰さないとピンチを招きますよ。外へクリアしました。ベルギー、スローイン。意外な選手のオーバーラップは警戒が必要ですね。増田右に流れている。中を伺って、うまい。もう一度見てみましょう。岡野、今日は絶好調、ハットトリックを達成しました。この場所でハットトリックを達成できる彼の精神力、本当感服します。さあキックオフです。日本、大差でリードをしていますが、油断は禁物です。ライン際に追い込んでいきたい。周りのスペースはちゃんと潰していかないと。日本、よほどのことがない限りもう勝利は確実でしょう。ここでホイッスル、試合終了です。かなり一方的な試合でしたが、日本代表大差をつけて勝利しました。それでは失礼します。日本、やりましたね。見事このフレンドリーマッチに勝利しています。親善試合とはいえ、やはり勝負型は勝たなくては面白くないですからね。このゲームのご案内は金子和彦でした。
現地実況は小谷泰輔さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。ごきげんよう、さようなら。